ツインタワーズホテルバンコクは、タイの首都であるバンコクパトゥムワンクにある4つ星ホテル。旧名称は、ソルツインタワーズで2003年1月1日に、現名称に変更した。日本の旅行会社の格安、パッケージツアーで利用されることが多いホテル。最寄り駅は、タイ国有鉄道、バンコクメトロのフワランポーン駅とバンコクスカイトレインのサナームキラーヘンチャート駅で、 いずれの駅から徒歩で約15分かかるため、ラディソンホテルバンコクほどではないものの、街歩きなどに便利な場所にあるとは言えない。ホテルに着くと、格安、パッケージツアーからは想像していなかったほど立派な外観に驚かされる。吹き抜けのロビーには高級感が漂う。客室は、格安、パッケージツアーで利用される他のホテルと比べて、 かなり広く一番下のグレードであるスタンダードで約38平方メートルもある。レストランも充実している。ホテルクーポンでも利用され、一室一泊あたりの料金が蒸気ラギソンと比べて約3000円も安くコストパフォーマンスの高いホテルである。1992年開業、660室など、ありがとうございます。